はい、どうもクマです。ドラクエウォークやっていきたいと思います。ヒドラプラスありましたのでやっていきましょう。ドラゴン系なんでね、もうこの武器でしょう。この竜の女王の爪、はい、これですね。心はね、今回ギラが入るのでギラ寄りの心セットになっております。もうあとは言うことありません。早速ねやっていきましょう。ヒドラの心プラスソード移動が、ね、一緒に出てきてくれるのでやっていきましょう。もうねアンコールでブレス吹くだけ、これですよ。で、まあ、ドラゴン系には、稀に、それ以外にはごく稀に吹き飛ばすということなので、ドラゴン系のがね飛びやすいということなんでね。もう7000出るんだね。結構出るね。これだからどうだ、攻撃力2段上げてとかだったら結構それなりにダメージ出んのかな。1万弱ぐらいは平均で出せるのかな。強いね。さあ2回は、お、いいね、縛ってくれました。これがいいよね、影縛り。やっぱいいよね、影縫いか、影縫いか。さあ3回目、どう。まあ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 、もう1ターン目もう1個残ってますから、やっぱり確率なんで、すぐ決まることもあれば時間かかることもあるということで、どうよ。1ターン目はダメでした。結構状態異常使ってくるから、守りの盾、普通に戦うんだったら守りの盾が必要ですね、これね。あとは多分きっとソード移動が結構強いんじゃないかな、地味にね。さあ行きましょう、2ターン目、どうだ。お、先にそっちが飛んだか、いいね。これさ、でもぶっちゃけ最強の武器じゃない。変な話、これで負けそうになったらやめて逃げてとかやって永遠にやってれば OK。 飛びました。本当この吹き飛ばしの、そもそもその吹き飛ばしに耐性があるモンスターが出てこなければ、変な話、これ一本あれば倒せない敵は、時間かかるかもしれないけど倒せない敵はいないってことだからね。クソ強いね、そういった意味じゃ。簡単だな、おい。いやー、倒せました。っていうことで、まあもうドラゴン系なんでね、もうこの武器一択でしょうということで、吹き飛ばしをやってみました。今日のね動画は以上となります。またよかったら次の動画も見てください。それじゃまた。